どちら様ですか？はい、こちら遠藤さんたちです。お届け物を持ってまいりました。ではでは、さようなら。にゃみ、チェスト付けてきたちよってな。わからないにゃ、いきなり配達員が届けてきて。おお、届いたか。一体何を頼んだの、スティーブ？実は俺様、珍しいおもちゃを集めるのが趣味でな。だったらお宝が出てくるというサプライズトイブロックというものをアマゾンで注文しておいたというわけさ。何これ、かわいい。どれも二等身で赤ちゃんみたいね。スティーブは何が出たら嬉しい？俺様は絶対これ、超レアもののダイヤモンドフル装備の自分のフィギュアだぜ。オイラは動物さん狙いだっち。ミーミーは有名なモブが当たったらいいな。それでは早速、中に何が入ってるのか開けていっちゃいましょう。このベロックを壊すには何かが必要なんだちよ。となったら、この作業台の袋、欲しくないっちかな。だよね、早速開けてみちゃうよ。袋のデザインが作業台ってことは、何かをクラフトするものが入ってんのかな。キャー、な、何これ。中から出てきたのは、マイクラ界での体力を意味するハート、そのシールのようなものと、それとダイヤのツルハシだね。透明で可愛すぎるデザイン。これは掘るのに使うのかな。そして最後は水入り瓶だっちね。何か水をかけるのに使ってるみたいね。でもまだ今は1番、袋から出しただけの状態だから、次2番目の掘るというのをやってみましょうか。そうすると中から何か出てくるのね。ではでは早速掘ってみよう。結構硬そうだよね。強めにやっちゃっていいのかな。こうなんか白い粉みたいなのが出てきたね。よし、いけいけ。お、わ、割れてきた割れてきた。すごい穴が開いたぞ。なんか見える灰色みたいなものが見えてきたよ。指入ってきてるからもうちょっとで割れると思うんだな。やらせてくれよ。おお、これめっちゃくちゃ楽しいな。お、なんか黒い袋のようなものが出てきたぞ。一体何かしら、取り出してみましょう。なんとかしょ、どっかいしょっと。おめでたち。意外と大きな袋が入ってたのね。おお、何が入ってるのか気になるにゃね。せっかくだから、こっちのブロックも取って、動物チームと人間チーム、どっちがいいキャラを出すか勝負するのはどうかや。いいね、絶対負けたくないぜ。草ブロックを壊して袋を取り出したから、次はその袋の中身を開いた箱の中に戻していくよ。一体何が入ってるんだろう。ドキドキ。さあさあ、土が入りました。そして効率よく掘るためにシャベルを作るにゃ。完成。ではでは、動物チームから掘り掘りさせてもらいますがね。てか、このおもちゃ、草を壊してさらに土も掘れるっていう2段階で面白い。この作り最高じゃないですかにゃ。お、硬いものに当たった。何か姿が見えてきたのよ。これは何のキャラクターだにゃ。よし、一気に掘り起こしてみるにゃ。水色のものが見えるにゃね。よいしょよいしょよいしょ。ん、この服の色味、何か見たことある気がするんですけど。うん、僕もちょっとそう思ったんだにゃ。これって絶対服の色っぽいよにゃ。正体を確かめるため、まだまだ掘っていこう。よいしょよいしょ。ああ、この顔はやっぱりですよね。Sチーム入ってるじゃん。なんでだよ。俺様のフィギュアなんて絶対勝ち確定だろ。マイクラのスキン代表だぞ。いやいや、これは勝てる気しかしないもん。キャラクターを確認していきましょう。パンティー、なんだか
なものが見えてきましたね。いいね。ということはこの中で言うとこの3人のどれかの可能性が高くない？どれ？皆さんもどれが当たるのか予想しながら見てみてくださいね。一つ目のパーツ出ました。これは階段？いや階段ではないわよね。キャラクターだもんね。次何が出てくるかしら。よいしょ。お、これはあら腹だかしら。手みたいなものが見えるわ。ということは残りのパーツはあと2つね。わー、これは人の顔。ということはこうなってこうなるはずだから。おお、愛しのボーイホニー。ちょっとまだ終わってないから離れなさい。はい、ということで出てきたのはマイクラでおなじみデフォルトスキンのアレックスちゃんでした。いや、こんなに数ある中から人間しか出てこないって逆にすごくないかな。いや、ほんとに奇跡だよな。まあそれほど僕たちの愛の絆は強いってことさ。ラブラブ。気持ち悪い。っていうかこれってどっちがいいキャラが出るか勝負だったっちよね。そうだよそうだよ。でもどっちも人間だし勝敗つけにくくない？で、しましょう。さあさあレアアイテム狙っていくわよ。レアアイテム来い、レアアイテム来い。お、中に入っていたのは別の結果。強さはまずまずだな。まあでも武器だしいい方じゃない。いやいや、動物チームだっていいお宝出てやるにゃ。チェストオープンにゃ。え、ここれは間違いない。レアモノの金のリングだっち。まさかこんなレアモノが本当に入ってるなんて。はい、ということで今回の勝負は見事レアモノを当てた動物チームの勝ちとなりました。しかしこのフィギュアを飾りたくてもわしの部屋狭くてもう置く場所がないよな。だったら増設しちゃえばいいじゃない。わあ、そんな手があったとは。めっちゃいいじゃないっすか。ちょうど趣味で集めたおもちゃたちを飾る部屋が欲しかったところなんだよな。だったら私にとってもいいアイデアがあるわ。え、そんなに小さいチェストなんて置いてどうするの？まあまあ、驚くことになるからちょっと見てなさい。ビッグライトモン。やばい、大きくなった。ね、びっくりするって言ったでしょ。でもさすがに大きすぎだぞ。いやいや、この大きさじゃないとダメなんだって。それに棚も兼ねてるって言ったでしょ。おー、なんじゃこりゃ。石造りの素敵な建物が出てきたっちよ。そう、ここにお気に入りのフィギュアを飾っていくというわけ。なかなかナイスアイディアじゃない。そしてもちろん先ほど出てきたフィギュアもこちらに置かせていただくわ。でもやっぱり部屋狭いなって思ったら、ここを畳んで広さを確保できるのもこの家具のいいところだっちね。うん、こっちの方がおもちゃ箱みたいでむしろ可愛いかもにゃ。おお、こんなに素敵な部屋ありがとな。それじゃあ最後にわしが1年かけて作ったこんなかっこいい現代ドラゴンのレゴ、こちらも趣味部屋の方に飾らせていただきまして、フィギュア部屋が増設されたマインクラフトハウスの完成だよ。このマイクラルームいいね。他の部屋も作ってみてほしいって思ってくれたら評価をぜひ。